ドイツ見てこれ。ああやばいやばい。今なんか自然にここ行っちゃった。やらしいんだよな。ここ。いります。しかもなんかこれ曲がってるから何も入ってないように見える画面だと。あ、なるほど。ほら。本当だ。あ、やばい。いや俺別に自然にここに行ってるわけじゃないんだけど。ただのエロ親父ですよ。エロ親父です。朝から見たら。いや俺だって初めて見たもん。これ抱き枕ですか。天地の10万円抱き枕。そう、10万円です。全く売れない。全く売れないです。親父とかやれてんだけど。事実ですよ。いやだってこれ抱き枕なんだから。抱き枕。ここじゃなくて、いやこれやっぱ画面で見るとエロいな。あ、スーパーチャット。ありがとう。ありがとうございます。田中のリオさん、ありがとうございます。ということで、はい、この抱き枕10万円なんで買ってあげてください。そりゃ、あと誰も買わないですよ、絶対に。買ってあげてください。誰も買わない。ネットショップで売ってるでしょ。ケンチムさんをハグする方法は、これを買うことですよ、これ。これです。それです。ね、だからさ、なんか、これさ、面白いね。エロ親父ですよ。いや、だって、いや、別に、こうやって持ってたら、こう見ながらやると、こうなるよね。これすごいな。嬉しい。これすごい。でも全然売れないから。これすごいな。これでも、配信でこういうの買ってみたっていいよね。あったら嬉しいですよね。うん。これだから、何種類かあるんだよ。そう。あ、でも売ってるのはこれだけなんですよ。あ、そうなんだ。あれは被害品なんだ。あれ被害品。あら。みんな買ってあげてこれ。いや、誰も買わないじゃん。これみんないくらだと思いますか。これだからさ、ただのね、ただのエロ親父だから本当に。いやこれだって胸触りながら面白いんだもん。だっていや自分で一人でこれ触ってる分には全然面白くないんだけど、こうやって触ると面白いの。これでも横にいる私めちゃめちゃ気まずいですからね。やっぱそうなんだ。いや気まずいっすよ。自分の抱き枕をこうやって使われてるっていうふうに思うのはどうなの。あ、でもそれは気にしないかもしれないですね、うん、でも今目の当たりにすると複雑な気持ち。確かに、うん、もう一回抱き枕してください。ねえ、やんなくていいから。やりたいだけでしょ。なんでそのコメント拾うんですか。こうやって見ると、はい、なんかやばいでしょ。バンされますよ絶対。やばいかな。